こちらが上です。よろしいでしょうか。はい。了解。魔法、いつでも OK よ。魔法、いつでも行けます。はい。これも、私の運命。よろしいでしょうか。各自の判断に任せるのです。調理です、マスター行けるぞ。そのまま押し返せ。ああ、おい、ユルズハイムのガキどもに負けたらそっち死ねるぞ。ここで名誉を挽回しないと俺様の出世に響くんだが。了解。すでに戦闘が始まっていますね。またここを通るのね。無事マーキュレーまでたどり着けるでしょうか。それはマスター次第でしょう。圧倒的に不利な状況です。よろしいでしょうか。了解。それでいいのね。うん。これ。次の指示をください。了解。次はどうなったの？よろしいでしょうか。それでいいのね。次はどうなさいます。よろしいでしょうか。それでいいのね。
でも行けます。
鍵はどうなっていますか。よろしいでしょうか。何をすればいいですか。はい、魔法いつでも OK よ。それでいいのね。さて次の指示は。それでいいのね。了解。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。次の指示をください。了解。魔法いつでも OK よ。それでいいのね。さて次の指示は。それでいいのね。魔法いつでも行けます。はい。何をすればいいですか。はい。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。それでいいのね。よろしいでしょうか。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。次はどうなさいますか。よろしいでしょうか。魔法いつでも行けます。はい。了解。お待たせしました。魔法支援部隊到着しました。よく来てくれた。これで戦況が変わるぞ。嘘、もしかして。報告します。マスター、ペルシア様、敵軍にこちらで気づいています。この戦闘の中にきっと通じます。
指示をください。了解。魔法いつでも行けます。はい。
次はどうなるの？よろしいでしょうか。それで何をすればいいですか。はい。次はどうなるの？よろしいでしょうか。了解。魔法いつでも行けます。はい。キュレーの連中に突破されたか。せめてデュルクハイム軍だけでも。そうはいかんな。異界に住まいし荒ぶる獣よ、我が声に応え姿を現せ。なんだ、あの化け物は。やれ。これで戦線を押し戻せ。大変です。ドラングース総大将殿が戦死なさいました。なんだと。せっかくリヒトマン大佐がリオスロック砦を落としたというのに、イグレジアスの拠点は他にもあったというのか。それが
無理に王都を攻め落とそうとして攻撃されたと。なる、間抜けな。では指揮権はガスタ少将に移ったという。それがドラングース総大将が撃たれた時、ガスタ少将も戦死されました。そのためルードヴィヒ少将が我が軍の臨時最高司令となられました。イグレジアス方面軍へのご指示を願います。うん、一度本陣へ戻ろう。そちらの被害状況はどうだ。敵が本陣へ戦力を集中してきたため、思ったより被害は少ないようです。しかしドラングース大将が撃たれたことで兵の士気は低下、命令系統にも混乱をきたしております。ではそちらへ向かい、私が指示を取る。まず二面戦争を終わらせるなら、やはりイグレジアスを先に片付けるべきだ。ルーミス・リヒトマン大佐をここへ。はっ！ウードヴィッヒ様に来ていただけるとなれば、兵の士気も高まるでしょう。調子に乗ったイグレジアスに我が軍の力を教えてやる。上層部に私がイグレジアス方面に向かうことを伝えてくれ。はい。お呼びですか、閣下。撃たれたドラングース大将の代わりに私が臨時の最高司令になった。まずは二面戦争を終えるため私が現地で指揮を取ってくる。その間こちらの指示はお前に任す。私がですか。出発の準備が終わり次第連絡をする。下がってよい。は。軍の最高責任者か。おめでとうございます、ルードヴィッヒ様。現在国会にて認定承諾を得ておりますので、数日以内に正式な辞令が発せられるでしょう。そうだな。偶然転がり込んだ席だが、間もなく行われる大統領選を考えれば悪くない。やはり出馬なさるおつもりで。このチャンスは逃せ。イグレジアスの戦いを終わらせてから出馬登録に出向くとなれば、戦闘は正味3日程度になります。お前は無理だと思うか。私の口からは何とも。ただそれを成し得ることができれば、これ以上ない宣伝効果となるでしょう。ただし失敗すれば英雄も凡人になり下がります。そのくらいの緊張感がなければ面白くもない。どうしたんだ大佐、浮かない顔で。ああ、バウアー。ああ、ちょうどよかった。君たちに書類が届いているよ。書類？君たちの功績が認められてデュルクハイムの市民権が与えられたんだ。おお、そりゃ連中も喜ぶ。申請書に君の名前が抜けていたから追加しておいたよ。君らしくないね、書き漏らすなんて。いや、書き漏らしたんじゃない。あれは書かなかったんだ。君は市民権がいらなかったのかい。部下には帰る場所を作ってやりたかったが、俺は今のディルクハイムに残る気はないが、もっともあんたがこの国を動かしてくれるって言うなら考えることもないよね。僕が政治よしてくれ。ルードヴィヒ少将でもある前に。それでなくても留守中の代理を任されて困っているんだから。ルードヴィヒ少将の代理？それすごいじゃないか。ああ、すごいよ。すごい困った状態だよ。短期間とはいえ、僕の一言で多くの兵が危険な目に遭うんだからね。まあ、もう少し楽に考えたらどうだ。楽になんか考えられないよ。彼らには家庭があって家族がいるんだよ。その人たち全部の運命を握らされるなんて、考えただけでも胃が痛いよ。だから俺が言ってるのは、もっと自分に自信を持てってことだ。自信？
あんたがソルコリーナの民間人を助けたこと、イオスロックトリデを落としたこと、大佐になって今ここにいること。